たばっかりは堅いぞ。相手にしない方がいいんじゃないですか。暴走に耐えられる対象じゃないですよ。そこが面白いんじゃん。下町で暮らす優しくてまっすぐすぎるこの男、三上。実は人生の大半を刑務所で過ごした元殺人犯だった。働きてって言われてもね。反社の方には例外なく保護はおりませんから。取り直し。もっと何やっ、あもうダメ。社会に出された途端赤ちゃん並みに無力ってことですね。善良な市民がリンチに踊っても見過ごすのがご立派な人生ですか。直して直して。なんで戦ってぶちのめすしか策がないと思うんですか。そこが変わらない限りあなたは社会じゃ生きていけない。お前らみたいな卑怯な人間になるぐらいな、死んで結果だ。助けが欲しいんだったらばためらわないでほしい。あんたみたいなのが一番何にも救わないのよ。申し訳ございませんでした。全てこちらの勘違いです。冗談じゃん。人生のレールを踏み外した男が見た新たな世界とは。素晴らしき世界。